頑張って用意したんですよ。先生も面白そうだって言ってくれたんですが、ダメかな。いや、これでこそじゃないか。大丈夫、思い切りやってくれ。次は校内見学だって。何これ、いろんなコースに分かれてる。校内見学は在校生が案内します。校庭で部活に熱中したい人はこっちで。人それぞれだと思うので、興味のあるコースに自由に分かれてください。癒しスポットコースとかあるぜ。あの不思議巡りコースって面白そう。どれにしようかな。ちなみに行きたいコースに迷ったり、まんべんなく見学したい人はこちらまで。相談も受け付けますよ。じゃあ第一班出発です。こっち一人助っ人ください。さて、じゃあ私たちも行きましょうか。リクエスト随時お答えコース。はーい。今日も当然ながらミサちゃんは休み。さすがに今日まで来ることないんじゃ。バカ、何度言ったらわかるんだよ。ミサちゃんがいようがいまいが店に来るのが本当の愛よ。薄いだっていない。あら、どうなさいました？ご主人様、俺たちはやっぱりお店扱いなんじゃないかって。いや、いいんだけど。本日はミサちゃんのお休みですが、メイドラテのメイド、久しぶりのほぼフルメンバーでおもてなしさせていただきます。お帰りなさいませ。ご主人様、ごゆっくりおくつろぎくださいませ。あ、癒される。天にも昇るようだよ。吹いてきた、吹いてきた。そして特別に今日の厨房スタッフも紹介させていただきます。せんちゃんとモッチです。あ、いつもありがとうございます。すいません、表に出るの初めてなので何と言ったらいいのか。お気遣いなく。あ、よかった。実は謎の生き物が調理してましたとかじゃなくて。よし、注文しまくろうぜ。俺が金を出す。じゃあ俺はお客様ノートにこの感動を爆発させるぞ。おお、いいぞ、いくんファイト。じゃあ俺はキモい、じゃなかった、気合の入ったポエムを書き殴りまくりまくってやるぜ。じゃあ俺はミサちゃんとの思い出の日々を頭の中で駆け巡らせるぜ。やっとこい。うざいと書かせていただきました。他のご主人様のご迷惑になりますので、お静かに願いますか。二度とお帰りにならなくてもよろしいですよ、ご主人様。いいなあ、ミサちゃん。いいなあ。いつか優しい言葉を聞けるといいなあ。聖火高校七不思議その2は、誰もいないはずなのに突如音楽が流れ出す放送室の回。今のところどこも順調そうだな。しかし運動部はどうも。楽しいよ。まずはタックルで親密。ほら、ボールは友達だよ。完全に空回りしている。おい、そこの人。やだな、他人行儀。暇そうにするならわざわざ休日に登校しなくてよかったんだぞ。そんな、手伝ってるのに会長のサポート役で。ほら、俺がいると心強いでしょ。黙れ。お前がいるとみんなの気が散るんだよ。存在が目立つから。そんなこと言われても。じゃあ俺どうすればいいの？お前にはぜひやってもらいたい仕事がある。誰もボールと友達になろうとしない。おい、そこの撃沈してるサッカー部、薄井がどうしてもボールと友達になりたいって。へえ、初耳だ。え、薄井さんが？どうぞどうぞこちらに。はい、ボール。さあ、かっこよくシュート。ユニフォームも着てみましょう。中学生の皆さん、今からすごいプレーが見られますよ。サッカー部、薄井さんが着引ゲット。ならばうちの部も。というわけで、成果のために運動部を盛り上げてくれな。ちょっと、僕はいいです。接客なんてできない。まあそう言わずに、実はカノー君の衣装も用意してあるんだから。先輩たちだけで楽しめばいいでしょう。寂しいこと言わないでください。せっかくここまで一緒に頑張ってきた仲間じゃんね。最後まで一緒に楽しもうよ。
ノオくんもなんだかんだでよく働いてくれたし、最初はよく逃げてたけどね。接客なら私たちがやるから、食器運びとか一緒にやろうよ。何かあったら私たちがフォローするからさ。ほら雪村くんも楽しんでるよ。え、カノオくん大丈夫、カノオくんにはぴったりの用意したんだから。楽しんでいってね。卓球部よろしくお願いします。どのコースも最後は食堂に行くんですね。歩き疲れるだろうし、休憩がてら最後に質問できる時間をと思ってね。他の先輩たちにもいろいろ話を聞くといいよ。はい。お疲れ様でした。好きな席にどうぞ。例の喫茶みたい。ゆっくりしてくださいね。みさき、わーい、どうこれ。かわいいな、さくら。みさきも一緒にやろう。遠慮する。それより順調にいってるみたいだな。結構みんな楽しんでるよ。ぶっちゃけ後ずさりしてる人もいますけどね。でも話しかけたら入ってくれるよ。ちょっと休んでいっちゃいなよ。あ、中身は普通だ。そうですね。正直男子には笑われるかと思ってましたが、思いのほか和んだようで、男女ともに楽しそうに話してくれています。こういう空気が日常になれば楽しいでしょうね。そうだな。楽しい時間を共有するって素敵なことだって思わない？そう、これでこそだな。じゃあ私は他の様子を見に行くから。ぽよあ、ずいぶんと可愛いキャラになったな、カノ。仕方ないでしょ、あんなに女に囲まれたら逃げ道が。なんだ、もしかしてみんなに身ぐるみ外れ。違う。これだから嫌なんだ、女なんて。何が僕にぴったりな衣装だ。なんだよこの可愛い帽子は。僕はウサギか。どんなフィルターかかってんだ。女の目は何なんだ。メイド服ってなんであんなにふわふわした人間になれるんだ。理解できない。何なんだあの生き物は。こいつやっぱり女のこと。あんなものきっと簡単に壊れてしまう。